見える開花メルマガこんにちは一般社団法人開花 GP の村松大輔です今ですね、九州地区だったり岐阜県だったりですね川の氾濫が起こって多くの方がですね、避難にされてたりとで一刻も早くですね、安全な状態にですね普段の復旧に戻られるようお祈り申し上げますで今日はですね前前、前回ですね、お話しした 海とスポンジのところで、こう、命がこう、つながり合ってると。私の意識はこの全体ですよっていうところなんですけども、えー、その部分ですね、宇宙飛行士の方、えー、ラッセル・シュワイカートさんっていう方なんですけども、えー、初めて月面着陸のですね、その部分で友人実験をやったっていう方、その方のですね、えー、言葉も借りながらお話ししていきます。では、画面の共有に入ってきます。 そうやってこの地球全体と私たちとの意識のつながりですね、そのところを感じていくというところです。宇宙飛行士と命とゼロポイントフィールドのところです。ラッセルシュワイコトさんのお話です。このゼロポイントフィールドって、なんかすべて畳み込まれてますよと。で、時間的にもう過去、現在、未来、全部の情報すべてが畳み込まれているし、そしてお亡くなりになった方々の意識、情報もですね、全部入ってますよと。 いうところなんですけどもでさらに私たちがこう生きているとか生きていくためのですねこの心臓を動かそうとか細胞活動しようとかですねっていう生命エネルギーも全部畳み込まれていますで生命エネルギーに関してはですねこの日本ホリスティック医学協会会長さん尾渕良一先生 ですね、えー、その部分研究されていますで、えー、本当にありがたいことにですね、えー、いよいよだんだん進んできておりますこちら写真がですね、えー「波動とエネルギーのレシピ」という形で私も今この表紙が出来上がってですね小渕先生と名前をこう並べさせていただくっていうのは本当にこのありがたいことですね、えー、7月末に発売となります 独自もですね、非常にこの興味深い内容ばかりでですね、えー、対談本になりますので、ぜひですね、えー、ご覧いただければと思います。7月末に開催となります。っと発売になります。で、そして出版記念公演がですね、大人数今集められないのでですね、ズーム開催8月9日日曜日のお昼午後ですね、えー、3時から5時。 ですね、えー。村松のお話、小渕先生のお話、二人の対談というお話ですね、させていただきます。会場はですね、えー、東京の学士会館で行うんですけれども、小渕先生もですね、あの、東大のですね、実は同じ空手部だったんですが、えー、そんなつながりで,ですね、学士会館使わせていただきます。人数限定ですので、こちらはほぼ今埋まっておる形なんですが、空きが出ればご案内出させていただければと思います。 そして、すべての命とつながり合っているとで。ゼロポイントフィールドのところですが、その生命エネルギーのバーが流れているところ。で、前お話ししたですね、海とスポンジの関係のようなかん形ですね。この、こちらの海の中にスポンジ君がこう、ぷかぷか浮かんでましたでそれぞれがですね、この海全体が私ですよと。で、海水である海から見たら、 赤いスポンジも、青いスポンジも、黄色いスポンジも、その中に水、水が畳み込まれてます。含まれてますと。とそんな感じにですね、皆さんのゼロポイントエネルギーが、他の家族の方とか、えー、自分のスタッフの方とかですね、職場の方とか、えー、コンビニの方々とか、この人間だけじゃなくて、犬も動物たちもそうですし、このパソコンとかスマホとかですね、す、え、べ、ー、てにこう畳み込まれてるエネルギーバーが自分、皆さんの中にも入ってますよ。 いうところですそして、いよいよこの地球ですね。生命は全て過去、現在、未来、昔の時間情報も未来情報も含めて、ゼロポイントフィールドで命がつながり合ってると。まあ、ゼロポイントがつながっていて、ゼロポイントに命の源があるので、私たちの意識の源があるので、そういうことなんですね。その部分をですね、このラッセル・シュワイカートさん、この方がですね、えー、アポロ、 9号の月着陸,着陸船操縦士として、えー、宇宙飛行を行いましたと、ね、初の有人試験を行ったんですが、この人がですね月の外にこう出たときにそう実験をしようとしたらカメラマンがちょっとカメラ故障してるから、ちょっと外で空間宇宙空間で待ててと。 5分ぐらい、ぷわーっと置いてたらしいんですね。その時にですね、ゾキャン、ドキャンとこう感じてしまったらしいんですが、何感じたかというと、宇宙空間から眺めると、地球は美しいだけでなく、地球は生きていると感じられた。うん、そして、自分、私の命は地球とつながっていると。地球に生かされていると思ったというふうに言ってるんですね。これはちょうど今月号のですね、月刊父のですね、 えっと、村上和夫先生のページですね、に載ってました。で、さらには、こうして宇宙のここにいるのは私であって私ではない。すべての地球の生命としての我々だと。全部のた個人じゃないと。我々だと。今生きている命だけじゃなくて、かつて生まれては死んでいったすべての生命。そして、これから生まれくるすべての生命を含んだ我々なのだ。 イメージ、は働きますかね。偉大な命の輪のつながりに連な,連なっている自分が見えたと。つまり、亡くなった方々も、これから生まれてくる方々も、私たちも全部含めた命が地球全体のミクロにこう畳み込まれて、全体にこう溶け込んでいるのが、なんですねで。この私じゃなかったと、この私ではなくて、すべての地球の命としての我々というものを感じたというんですね。 そこがまさにこのスポンジと海の関係で、スポンジが私だって思うんではなくて、このスポンジに含まれている水全体がこの私だというような感覚です。私たちの皆さんのこの中にこう畳み込まれている全エネルギーですね。その感覚がですね、実は宇宙空間に行かなくても、 大切な人とこうハグをした時とかですね、お子さんとこう気持ちあった時と、気持ちを通じあった時、まあ幼稚園生のお子さんがいらっしゃったらこうギューッとこうハグしてる、心地いいみたいな時とかですね、このスタッフの心を拾,拾ってあげた時とかに感じているものと同じです。皆さんとこうつながり合った感覚ですね。まあ、わざわざ宇宙に行かなくてもここにあるので、でここでどん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 こう体感していくですね。で、外側にあるのではなくて、 えー、内側ですとで、皆さんの素粒子を生み出しているその肉体に生命エネルギーが存在します。でこの部分はですね、この間、7月の4号の、えー、開花通でーーセミナーですね、お客さん6人と、あとスタッフ2人と、私とですね、9人だったんですけども、9人が9人ともこの感覚をこう感じられるんですね。 本当にこの1日目の夕方だったんですけども、そこで、まあ、あるワークをするんですが、その部分、まあ、今までその、えー、5、6時間かけてこの説明をするんですね。説明をしながらじわじわ、じわじわじわ感じながらですね。これは本当に試合中の空気感と同じで、リアルにここに存在しているので、そのところをですね、えー、全人あのそこに存在している球員の方々が、ここじゃなくて全体になるっていう感覚ですね。リアルに本当に存在しています。でそのように、 感じられる人たちだらけになることが本当の地球平和です今ですね、本当にこの生きている地球が教えてくれていることがコロナウイルスを通してとか、今回のですね、えー、大雨を通してとかですね、が教えてくれていることは何かというと、私たち人間さんに対してですね、命のつながり側を生きてくださいねと。 ということなんですね物を追っかける、人を別物と思うではなくて、命のつながり側を生きるということを地球さんがこう私たちに一生懸命,一生懸命こう教えてくれているんですね。コロナウイルスもまあ本当に、ね、急激にこう入ってきてしまうと、免疫がないうちに入ってきてしまうと。 疾患のある方々とかね、年配の方々は命を失ってしまって、本当に残念なことなんですけども、このちょっとずつちょっとずつこうコロナウイルスが私たちの体にこう取り込んでいって、免疫を作っていって、私たちがさらにこう、在り方をが変わっていくという形なんですね。排除する側ではなくて、命のつながり側を生きると。ということで、まとめです。地球は生きてますと。生きてると。 で生命エネルギーとかゼロポイントフィールドと言われているところ、そこを通してつながり合っています。で皆さんにもです、ねえー、家族の中にも道具の中にもすべてこう畳み込まれているエネルギー場ですで。そちら側を生きることが本当にこの新時代の在り方ですねで。村上和夫先生も今回のコロナを通して、えー、気づいてもらいたいことというのがすべての命がつながってますよというとところというふうにもおっしゃっていますし。 私もですね、本当にそのようなことを感じております。だから、コロナが終わったとか、ウイルスで削除、排除とか、えー、いう除菌、除菌っていうだけでなくて、そこからメッセージを組まないと、また同じ過ちというか、もっと強いウイルスが出てくるだけなので、えー、気づくということなんですね。周波数私たちが出している周波数で現象が現れているので、その現象を通して私たちが気づくということがですね、本当に今求められています。ということで、 えー、地球が生きていると、その生きている命のつながりが、側を私たちが生きていくと。いうと、本当にこの人間関係も経済関係も本当にこうスムーズにいきます。それが本当の幸せになってきます。ということで、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら